週のダイアリー。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、たくまでございます。この番組は毎週土曜19時配信中、変旅通信のスピンオフ番組で、メンバーのリャマと各週交代で配信するソロラジオになっております。配信サイトはアンカー、グーグルポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポティファイで配信されていますので、お好みのサイトアプリでお楽しみください。この番組、たくまの各週のダイアリーは、どんなにくだらないことをふと思ってしまったことを喋る番組です。誰かに話すことでもない、友達に話しても別に話膨らまないよね、でもふと思っちゃったんだけど吐き出す場所ないよねを吐き出してもらう番組です。先週がリャマさんのソロラジオが上がり、交代して次俺でまたリャマさんという感じで、このスピンオフの番組、続いていきますので、まあ、両方ともね合わせて楽しんでいただければと思うんですけど、まあ、この番組はそのふと思ってしまったことを喋るという番組でございますので、僕もねあるんですよ、ふと思うんだけど配信で話すことでもないし共感得られるかもわからないようなこといっぱいあんのよ。行ける時行ける、やれる時やれるっていう言葉の不思議についてここ数年ずっと考えてたよね。うまくいく時うまくいくよね、うまい時うまいよねみたいな、そりゃそうじゃん、でもなんでそれを口に出す、その二律背反的な謎の言葉の組み合わせ、これが蔓延している謎。行ける時行ける、そりゃ行ける時だからいけるでしょ、いけない時はいけないでしょ、いやそれはいけない時なんだからいけないんでしょう、を人間はなぜこうも口に出してしまうのでしょうか。この謎についてわかる科学者の方がいらっしゃったら教えてほしいわ。誰か教えてほしいよ、広辞苑とかに載せてもいいぐらいだと思うもん。行ける時行ける例文みたいな感じで、まあ本当こんな感じよ、こんな感じが終始続きますので、まあ、ゆるーく聞いていただければと思います。もう一個あったんだけど、数ヶ月前かな、ちょっと外ね歩いてた時にたまたまその札幌パークホテルっていう札幌ちょっと大きめなホテルがあって、でそのパークホテルがねあるじゃない、そのイベントやってますみたいなやつ、イベントやってますみたいなやつのどこどこ主催何々のやつがデンタルショーってあって、デンタルショーって何？歯のショー。みんなニーってやりながらキャットウォークみたいなところ歩いてるんじゃないかっていう勝手な妄想をしながらお散歩をしていた、そのデンタルショー一回見てみたい。すっごい綺麗なアンミカみたいな人たちがニーってしながら歩くだけのショーであってほしい。そんなねふと思ってしまったことをね皆さんからも募集しております。今回はもともとその変旅通信の方で、こういう番組やりますので思ったことあったら気軽に書いてください、送ってくださいっていうのを送っていただきました。変旅通信のお時間でございます。それでもあなたは我々は押しますか？ AC ジャパンはこの活動を応援しています。最終着地なんかあんまり変わんないようでご紹介ください。変旅ではお便り読んでいきましょう。てんてんさんからいただきました、ありがとうございます。おつくまです。おつくまでございます。最近3年ぶりにバスに乗ったのですが、降車するときにボタンを競い合うかのように押す人いません？なんなら前のバス停から発車すぐに押す人、そこまで早く押さなくてもと思うのです、といただいております。ありがとうございます。いやあるし俺もやる。いやなんかなんていうの、あのさ、分かんない、その人がそうなのか分かんないけど、なんていうのかな、自分があのバスを止めたという称号もうこの自分が乗っていたバス停から一歩出た先でもすぐ押して、はいはい、このバスは僕が止めましたよ、あなたたちが降りれるのは僕が押したからなんですよとね、そういう自己欲求だよね。大きな、公共のバスという乗り物に対して自分が止めたんだよ、君たちじゃないから運転手さんでもないから、俺が止めるを押したことによってこのバス、そして、次一緒に降りる人たちは降りれるんだよっていう意思表示意思表示のためのスイッチ、
あれでもね、むっちゃ早すぎて、はい、ドア閉まりますぐらいでボタン押しちゃって、押ささんないときある。あ、押ささんないって北海道で言う、北海道弁なんだけど、押ささんない。本州で言うとなんだ？便利すぎんだよ、押ささんないって。押してしまう。自分の意思とはちょっと違うところで押してしまう。その押ささんない状態があって、こう2回ぐらいカンカンってやったりするのもあるし、まあそれに対してですよ、もう僕がパーン押したら、なんか視線感じるみたいな、何人かから。チラチラチラ。早いっすねみたいな。だから多分ね、ちょっとしたあの闘技場が、ちっちゃい闘技、移動式闘技場がね、そこにはあるんだと思うよ。あ、今日はやられたけど次回あの同じタイミングで乗ったら俺の方が早いんですいませんみたいな。そういうね、ちっちゃなヒエラルキーの中生き延びなければいけない停車ボタンコロシアムなんだと思うよ。誰が一番なのか。悟空が入ったら早いんだろうな。まあ僕もそっち側の人間です。続きましてミザリーさんからいただいております。ありがとうございます。こんばんは、タコさん。タコさん。これ書いてあるから読まなきゃいけないっていうルールはないよね。以下略。いつも大変お世話になっております。ヘンタビラジオシャープ10、シャープ30でやっていたスプーン勝ち、これあったんですよ。あの気になる方は、この Spotify とか Google Podcast とか Apple Podcast の過去のアーカイブ見ていただければありますので、シャープ30です。やっていたスプーン勝ち、確かに自分もやだなと思い聞いていたのですが、ふと最近気がつきました。自分自身でスプーン勝ちをするのはもちろん嫌いです。なぜ嫌いなのか。スプーンを歯に当てた時、当てて引き出した時、黒板を爪で引っかいた時のような不快感が全身を襲います。その時の不快感がトラウマになっているのか、他人がやる、それをやるとゾクゾクします。カチ音は聞こえなくても、それをやっている場面を遠くから見てもゾクゾクします。そうか、自分はだからスプーンカチが嫌いなのかと思いました。変旅のお二人のおかげで気がつくことができました。本当にありがとうございます。長くなりましたが、これが私の最近ふと思ったことでした。スプーン勝ちについて熱く語ったんだよね。そのスプーン勝ちとは何ぞから始めなきゃいけないと思うので、まあざっくり話しますよ。僕の熱いスプーン勝ちへの思い、聞きたい方はぜひシャープ30、ヘンタビラジオ本編の、ヘンタビ通信本編30の、スプーン勝ち聞いていただければと思うんですけども、あのスプーン勝ち、人のやつはなんかそのカチって音聞こえる感じが嫌なのよ。マジで。マジで嫌なの。カチっていう、食べ物以外の咀嚼音が急にザッて入ってくる感じ。今あなたカレーというほぼ無音で食べれるものを食べているのに、何その音。ASMR とかで変な音入ったりするとなんか気持ち悪いのと一緒で、そのカチ音ってのが嫌で、で自分も嫌なの。俺ももちろん嫌なのよ。そのミザリーさんと一緒で、マイセルフスプーン勝ちが嫌いなんだけど、マイセルフスプーン勝ちが嫌いな理由は、確かに音っていうのもあるんだわ。なんかキキキキみたいなのもあるし、でも俺が一番嫌なのは、そのカレーで、もう一回例え出しちゃうけど、カレーでね、カレーでね、じゃねえよ、カレーをね、カレーを、カレーをね、あのみんなが食べる時あるじゃない。その時によ、その柔らかく煮込まれた鶏肉、豚肉、牛肉、じゃがいも、人参、玉ねぎとかのほぼ食感がさ、ホクホクの食感ぐらいしかない中で、異物感ない、あれ。鉄を食うみたいな。急に硬いものがさ、ガチってこう自分の歯というか咀嚼を止める一つのパーテーションみたいな状態になって、ガチってなるの。あれを良しとしている人たちの恐怖だから、それをね、多分自分でも感じ取っちゃうんだと思う。カチについてあーってなるの。自分がやったらあーってなるから、その音をさ耳で聞く音とか、孤独のグルメスプーンカチ会があったら俺多分ブチギレてると思う。くすみーってなるもん。原作者にブチギレると思う。くすみ何やってんだ、カチカチ、これだよこれだよ、カチカチってやられたら俺はもう井の頭五郎をぶん殴る気がするもん。右ストレート思いっきり頬に当てる自信があるもん。井の頭五郎さんのタッパでけえけど、背伸びしてでも俺は殴るよ。でもそれぐらい嫌だね。アルミホイル勝ち。あれこれはさ、事故の場合が多いんだけど、あのトースターとかでピザとかさ、お餅とか焼いて、で焼く時にさ、アルミホイル引いて焼いたりする。で剥がす時にくっついちゃって、ペリペリペリって一緒にこう破れて、そのかけらが一緒に来た時とかに、
それの恐怖、その恐怖って人類共通だと思うんだけど、急にその入る鉄の味というか、あれだってさ、銀歯とかに当たると電気流れるっていうじゃん。俺流れたことはないからわからないんだけど、いいあいいってなんない？なんか餅というもちもちした餅というもちもちしたあいつすげえな、自分の名前で表現できるってすごいな餅もちした餅これすごいね、縄体を表すを具現化したものが餅だねその餅にさ、アルミホイルの破片とかがついてると嫌だし、あの食べ物に鉄というかその異物感があるのが嫌で、まあよく僕も言うんですけども、ドリンクとか飲み物とかに果肉とか入ってるのあんま得意じゃないんだよね。俺はごくごく飲みたいのに噛み噛みしなきゃいけないっていうので、なので僕はタピオカもそこまで好きじゃないんですよね。でもちょっと思い出したんだけど、その ASMR みたいな話したじゃん。最後にちょっとふと思ったことを言うけど、 ASMR の箱をトントンしてマイクの周りを練り歩くの、あれは一体何なんでしょうか。あれに快感を覚えるんでしょうか。いろんなね、ふと思うことがあると思いますよ。皆さんも散歩してみて、ふと思うこと探さなくてもいい、ふと思ったら送っていただければと思います。今収録時間40分超えようとしてんだよ。変態だね。あの金貸しならぬエロ貸し。違うんだってお前ら、分かってねえなマジで。ご唱和ください、変態。そろそろお時間の方が迫ってまいりました。初めてのというか、昔やってたんだけどね、ソロラジオみたいなの、まあ変旅としての初めてのソロラジオ、いかがだったでしょうか。まあなんか喋っていたり、皆さんからのお便り読んでたら、自分のふと思うことも餅とかね思い出すことが結構あるんだなっていうことはあったので、皆さんからのふと思ったこと意外と共感できるとか、なんか自分の記憶の引き出しをかばって開けられることとかたりするようで、あ、こんなもんでいいのと思っていただければいいです。気軽にお便りの方送っていただければと思います。番組への投稿方法はなんで区切ったんだろうか。番組への投稿方法はアンカーのサイト、たくままたはヘンタビメンバーの山さんのツイッターに投稿フォームが掲載されておりますので、お気軽に投稿していただければと思います。また現在毎週木曜日曜夜19時 YouTube にて配信中、ゲーム実況シリーズ編集したら〇〇が旅立ったチャンネルもぜひチェック、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さて来週のこの時間はすごいサザエさんみたいだな来週のこの時間はリャマのソロラジオ、毎回変わるトークテーマに沿ったお便りに対してリャマの少し変わった主観で意見する番組でございます。リャマの耳に危険物、こちらもぜひお楽しみください。そして、土曜夜19時に更新、変旅通信も合わせてお楽しみください。それでは次回の配信、動画、ポッドキャストでお会いいたしましょう。お相手はたくまでございました。じゃんけんポン、出したのはご想像にお任せします